はい。こんばんは、森吉です、えー。土曜日の G2 スワンステークス、えー。こちらの、えー、レース分析をしていきたいと思います。はい。これが、えー、今年の出走部です。えー、もう時間ない方は、えー、この印を参考にしていただけると、えー、幸いです。では早速、えー、一頭一頭解説していきたいと思います。一番の里のルパンですね。うんちょっと掴みどころがない感じになってきてし,しまってるんですけども。まあ、前走はですね、うん順オープン。 高級して1200メートルだったんですけどね。うん。解消だったと。うん。この内容からもですね、ちょっと適正がどこにあるのか、いまいちですね、まだ1000人にあるのか、えー、1600にあるのか、うん、ちょっとまあ微妙なところでもあるんですけども、うん、とりあえずですね、この直近の勢いっていうのを買ってですね、とりあえずまあ実績もありますし、まあ抑えにとりあえず入れておかないといけないなという印象ですね。はい。 で、2番のサンライズメジャー。うん、この馬ですね、うん。ここ2層結構負けてますんで、うん、多少人気は落ちてるのかなというふうに私は思うんですけども、まあ去年の2着馬ですね。うん、そしてこの馬の良跡っていうのは涼しい時期に集中してるんですね。うん、で距離も1400がベストということもありますし、まあ休み明けですね。うん、6回走って、そのうち5回。 三着以内、馬券に絡んでるということも考えますと、まあ、うん、本来は穴というふうに言いたいんですけども、まあ、穴馬というほどの、うん、実績ではないですからね、うん。普通に主力みたいな感じですので、単、えー、穴という評価にしてます。で3番の爆心帝王ですね、うん。この馬もちょっとやはり難しいところがあってですね。ハ、う、マ、ん、った時は強いんですけども。うん そうじゃない時は結構あっさり負けるんですね。でも前奏の、えー、北九州記念なんかも内容は悪くなかったですし、まあおそらく人気もないということを考えるとですね、うん、今年のメンバーこうずらっと見れた時に、えー、結構言葉は悪いんですけども終わっちゃってるような馬が多いんですよね。うん、で、まあ外人騎士、下る気騎手ですけども、うん、この辺も考えてですね、うんまあ、無欲の 差しがあれば、この馬がまあ仲王かなという風に思って。まあ大穴評価をしています。でえ、4番の踏みのムーンですね。うん。まあ、nhk マイルカップまあ、7着。まあそんなに負けてはいないんですけどもどうもですね。やはり先週先々週なんかもずっと言ってるんですけども。3歳馬えー、ちょっと短い距離のところの馬はそんなに小馬と混じって近所が軽くてもですね。なんかあまり。うん。 実績が残せてないというかですね、うん、はっきり言って強くないというふうに判断してます。なので、えー、この馬に関してはですね、スパッと切ります。で、5番のベルルミエール、うん、対抗評価してます。まあ前走ですね、北九州記念、まあ時計は早かったですね。うんまあ、この馬なりに頑張ってるなと。で、その前の CBC 賞も、うん、それなりに頑張っていると。ただこの馬はですね、成績を見ていくと、やはり断然1400があまあベスト。14マイスターかなと。 えー、いうふうに私は思ってるので、えー、勢いも勝ってですね、この馬を思い切って2番手評価にしています。で、えー、6番のエイシントップ、うん。ちょっと正直ですね、この馬はなんか、うん、ちょっとピークはもうすでに過ぎてるのかなと、えー、言わざるを得ない部分もありますね。うん、ダートを使ったり1000メートル使ったりいろいろしてるんですけども、いまいち復調の兆しが見えないと、うん、ちょっと難しいとは思います。で、えー、7番のコパノ・リチャード。うん で本来であればですね、これくらいのメンバーだったら普通に主力と言ってもいいんでしょうけども、うん、この馬も、えー、ちょっと最近の成績がですね、あまりにも悪すぎて、えー、ちょっと狙いが立たないかなというふうに思います。でまあ、他に行きたい、筋量の軽いサンサイバーもいますし、うん、控えた時はあまりいい結果が出ていないということもありますので、この馬も思い切って切りたいと思います。で、8番のローブティサージュ。うん この馬はちょっともう何度かこの辺でも言ってるんですけども、完全にピークは過ぎてるような気がしますね。うん。まあ、ピークというよりも、ちょっと精神的なものがもうちょっと切れているような印象がありますので、えー、ちょっとこの馬は買いたくない一頭ですね。はい。で、9番のオメガベンデッタ。うん。この馬も,もですね、KO 杯3着とか、えー、結構専用に良い,い成績あるんですね。うん。で、まあずっと使ってきてますし、うん。 まあ、休み明けの馬を狙うよりは、無難にこの辺を相手に入れとくと、まあいいのではないかなというふうに思います。で、10番のテイエム大砲、うんえー。この馬もですね、1400がちょっとどうなのかという点と、休み明けはそんなに走らないと。あと、前走マイラーズカップなんかを見てもですね、ちょっと重傷では、うん、若干荷が重いのかなというふうに思います。で、11番のアルビアーノ。 えー、慶応杯大玉半、えー、慶成杯大玉半で、えー、短期人間見え見えで、えー、それでも勝ってなかったらまあどうだろうねということをやっぱり言ってたんですけども、まあ、私、白三角、えー、打ったんですが、うん、やはりですね、ちょっとこの馬は、うん、3歳馬、短いところの馬はですね、ちょっとなんか全体的にレベルがもうちょっと、うん、っていう感じはしますね。うん、ただ、かえってですね、この1400みたいなこうワンペースで、 えー、いけるような感じのレーただまあちょっと筋量も軽いということで、まあ、多少やはり上位人気に、えー、支持されるとは思いますので、えー、ノーマークでいきたいと思いますで12番のリトルゲルダ、うん、この馬も、まえー、ローブチサージと同様ですね、うん、ちょっと完全にピークは過ぎたと いうふうな印象はですね、どうしても拭えないですね、うん。ただのスランプとかではないような気がします。で、13番、ダイワマジョ、えーレ。この馬が一番わからないんですね、うんえー。終わったと思うとこう復活したりですね。うん、ちょっと、随分息の長い謎の馬という感じですね。うんうん、ちょっと1400。 大得意にしてますので、えー、ちょっと微妙といえば微妙なんですが、うん、今回は思い切ってなしという感じでいきたいと思いますで今回仮にですね上位に来るようであればマイルチャンピオンシップ、うん、ちょっと狙い目はどこかにあるのかななんていう気はしますで14番のフィエロ、うん、まあこのまま0丸ですねはい本命です というのはですねやはりちょっとこのメンバーの中では、うん、実績、それから力すべ、うん、てにおいて抜けてますよね、うん、休み明けはこう3着が多いと、うん、いまいち勝ちきれないという点はやはり若干の懸念材料ではあるんですがちょっとここまでメンバーが落ちてしまうとですね嫌でも本命にせざるを得ないという感じですね。うん まあちょっと、正直このスワンステークスはですね、うん、当日の、まあ、オッズを見てですね、あまりにもこの妙味がなければ、買わないと、剣するというのも、まあ一つの手かなとは思います。で、15番のティーハーフ。うんまあ、スプリンターズステークスはまあ案の定やはりですね、洋芝適性が高かったというのと、まあ、相手が強かったと。 まあ、はっきり、そこら辺が、まあ、結論付けられるのかなと思います。うん。でまあ、京都コース、まあ、ちょっとどうなのかなという点もありますし、うん、この馬もおそらく上位人気の一角になるであろうということを考えればですね、うん、何もわざわざ買う必要はないというふうに思います。 はい。では結論、早速いきたいと思います。まあ他に信頼できる馬もおりませんので、まあ仕方なくフィエロからという感じです。まあ実績、内容ですね。これまでの、えー、ここでは抜けてます。で、まあ休み明けちょっと微妙なんですけども、まあメンバー的にですね、2着は外さないんじゃないのかなとは思いますね。はい。で、まあ対抗はですね、1400万エスターのベルルミエール。まああと寒い時期走りますし、1 0 0ストのサンライズメジャー。まあイカサトのルパン。 オメガベンデッタ。で、アラーはハマった時の爆心提をという風にさせていただきました。ですね。で、本番でですね、えー、本番、えー、いや、レース当日にですね、ピエロがあまりにも被った人気であれば、えー、まあベルルミエルとかですね、サンライズメジャーなんかの参照を買って遊ぶと、まあ、いうような感じの、うん、スタンスでいいのかなと、えー、正直そういう風に思います。では、スバンステークスに関しては以上となります。